どうもこんにちは、おっさんゲームズです。柔らか頭塾の頭のストレッチやっていきたいと思います。さあ今日もね、頭をね柔らかくしていきたいと思います。今日やる、お題なんですけれども、この絵合わせスタンプをやっていきたいと思います。はい、レベル2でいこう。 OK、はい、OK です。はい、この、なんていうんですかね、問題なんですけれども、これ上の絵と下の絵を、同じように配置すると、あら、間違った、ちょっと待ってください。同じになるように配置しないといけないわけですね。こんな風に、 OKOKOK。 さあ、どうする？これどうすんのこれ。あ、なるほど、そういうことですか。これはね、なるほど、逆バージョンあんの？これはきつい。こうか。OK。どうすんの俺。これひっくり返るっていうバージョンがあるとはね、今日知りましたよ。本当にもう。いや、一問ミスっちゃったな。大丈夫、大丈夫。勝てるから。またまた来たね。これどうすんだろうな。テクイ。あ、これどうすんの。勝った。そういうことか。あ、間違った。オッケー。ストレッチ終わりました。あー、にもミスっちゃったな。さあ、結果発表です。41しかない。ちょっぴー柔らか頭。微妙な感じですね。豆腐の角球です。柔らかいと思うんだけどな。柔らか度が 100g を超えました。なんと第一歩を踏み出しましたね。それでは、ブロンズメダルですか。記念に銅の量りメダルを贈呈いたします。はい、ありがとうございます。これからの活躍にも期待です。次は 200g を目指してください。頭は毎日ほぐしてくださいね。ありがとうございます。それではランキングを見てみましょう。はい、一人でやってますからね。はい、というわけで、一応ね、銅メダルを、取ることができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe。 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。